はいどうも、今回はキャンドゥの方でまたちょっと気になる商品見かけたんで、紹介したいと思います。今回購入してきた商品なんですけど、こちらですね。ミニフォトスタジオ撮影セットという、550円の商品なんですけど、ちっちゃい、撮影用の、ボックスというのか、小物の撮影に背景あると、こことかね、特に壁紙があって木の板なんで、こんなところで小さい小物の撮影とかしてもね、やっぱり背景消したりするの後々作業めんどくさいんですよね。メルカリとかでもそうなんですけど、そういうのに出品するのに使ったり、ちょっとした作品作ってる人とかだったら、それネットショップだったり販売したりするのに商品撮影すると思うんですけど、そういうちっちゃい中でもちょっとした小物を撮影するスペースとして、こういう商品売ってたんで気になって購入してみました。で、中雰囲気見ると後ろに説明あるんですけど、背景白と黒の、背景がついてるみたいで、であと上にね LED のライトもついてます。なのでね、結構これ SNS とか商品載せたりっていう、いろんなねホームページ作るのにも、さっき言ったように商品撮影にちっちゃいものだったらこう便利かなと思って、はい、ちょっと購入してみました。結構ね、このライト付きってあんまり見ないんですよね。やっぱスタジオとかだ、こういう撮影スタジオのキットって背景とかはあるんですけど、照明は別売りだったりするんですけど、これ照明もついてますし、どうかなと思いまして。なので、ちょっと中開けてね、実際組み立ててどういう感じなのか、ちょっと試したいと思います。はい。中開けると、説明書と、こういう折りたたまれたプラスチック製なのかっていうのがありますので、ちょっとこれをまず開いて、スタジオにしていきたいと思います。一応背景になる、これなんかね、ウレタンみたいな素材の白と黒のシートがついてますね。で、ライトの電源用の USB ケーブルが。で、ここに LED がついてますね。もうさすがに剥き出しでついてますんで。あとここは形的には、こういう感じなのかな？こうですね。なので、組み立てるときは多分。こうか。で、後ろにね、こうなんかちょっとこのポッチみたいなのがあって、で、これを、こうですね。こういうタイプの商品で、確かにほんとちっちゃい小物ですね。これだと。あまり大きいものは、そうですね。どうかな。今背景黒にしてみました。これこの間ね、キャンドゥで買ったアルコールバーナーなんですけど、これぐらいのサイズ感だったら撮影するにはちょうどいいかなっていう感じなんで、本当にもう小物ですね。アクセサリーだったり、ちっちゃいミニチュアだったり、ミニカーだったりっていう、本当この手のひらに乗るぐらいのものを撮影するには、サイズ感的にはいいんじゃないかなと思って、一応ライトなんですけど、これ角度はね、ここ前を見ます。ここに接続してっていう。この実際のね、こいつの照明、ちょっと、どれぐらい明るいのか。はい。もうスイッチないんで、電源を USB に挿したらもうつく感じですね。あとはちょっとこれそうだな。折りたたまれてるんで、その型がついちゃうとちょっと形が不十分ですけど、こんな感じになりますんで、ね、本当にちっちゃいアクセサリーとか撮影したりね、するには価格も550円のキットなんで、一つ持っててもいいかなって思う商品ですね。ただ撮影とかしない人には多分全然必要ない商品です。なのでこれだとどこかな、プラモデルだったらギリギリ撮影できるかな。じゃあガンプラとかね、144分の1とかのサイズ感、それぐらいのプラモだ
ったら撮影に使えるかもしれないですね。まあちっちゃい車とかバイクの模型だったり、ちっちゃい粘土細工とかのそういうアート作品みたいなの作ったりする人の撮影スペースには使えるかもしれないです。もうちょっとね、測り欲しいかなとはちょっと正直思うんで、まあいろんなこれと、まあいろんな照明駆使して撮影すれば便利かなとは、はい、思います。はい、いかがですかね。こちらもキャンドゥの方でしかまだこの商品見たことないんですけど、まあ必要な人にはっていうところなので、まあ興味がある人は実際キャンドゥの店舗の方で商品見てみてください。はい、じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見かけたらちょっと購入して紹介したいと思います。それでは。